様にお伝えします。皆様にお伝えします。こちらは龍神村青年団による防災アナウンスです。現在この地域には大雨洪水警報が発令されています。村民の皆様は外出を避け、山や川には近づかないようにしてください。繰り返します。こちらは龍神村青年団による防災アナウンス。まあいいわ、キャッ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 言ってもね。
ったらコートが破けるっす。間に合った。すっごい。こんな田舎にこんな近代的なスタジオが建てるなんて。どこちゃん、どうか開ける気ないかな。ストップストップストッピング。なんだよ、お前遅れてきて。整理見せて。まだね、この席いくらすると思ってるの。自分たちの本当久しぶりだね、神やすり刑事。神やすりじゃないですよ、伊藤の声。知り合い。これとはいつも名遣いが少し面倒なやつ。そこのあんた、見ない顔だね、新人かい。はい、一条みくろと言います。オーダーをしています。ちょっとみくろも大事だった。ここのアシスタントディレクターとの知り合いなんですよ。アシスタントディレクター。みつるぎさんが休暇をもらったから一緒に遊びに来たんです。みっちゃんも一緒なのか。ところがここに来るまでの間にちょっとはぐれてしまって。おい、いつまで待たせる気だよ。こっちは準備万端で待ってんだけど。やったみくもちゃん、来てたのか。いや、間に合ってよかった。こっちこっちこっちにさ、特別席用意してあるから。ありがとう。いや、かたじけないし。あんたねえよ、あずこ。あんたはな、おばちゃんと前説でもやってるぞ。それはないです。ちょっと足元暗いから。あるんですよ、ちょっと。じゃあ、よろしくお願いします。ちょっと待って、一人はまだ。何すんだよ、一人でやんなさいよ。あんた、手伝ってからで言って一人でやんなさいって。人の限り圭介最大のピッチっすよ。それではのこちゃんお得意のモノマネシリーズ。1996年に発売されたカプコンさんによるバイオハザード。あまり操作性が慣れてなく、ゾンビに噛みつかれるもなぜかブルーハーブを取ってしまう主人公ジルを初心者がやったら。先生、先生、やめろ。
するはず。残念だったな。俺は泣く子も黙るサイキックティーチャー。テレポーテーションのスカイキラーゼ。だぜだぜだぜ。先生、私たち絶対に助けに来てくれるって信じてる。ああ、足踏んじゃってるぞ先生。ああ通り過ぎちゃってるぞ先生。ああかぶっちゃってるぞ。ご指導ご鞭撻ありがとうございました。噛み刺さっちゃってるぞ。はい、よし、今こそはサイキック学園の力を見せる時だ。出席アドル。はい、庄司。やめて、どうした、どうした。庄司、庄吾。はい、庄吾、庄吾、庄吾、行くぞサイキックファイヤー。尾崎、マツコ。はい、行け。はい、行くわよ、サイキッ。ババゴン。はい、うわー、行くぜ、最高キレシー。高梨、守る。はい、行きます。最高フォトグラフィー。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 じゃあこれよく振ってください。あのすぐ浮かんでくると思う。よし、遠目だ。あったりがお前。サイキックバズーカーセット。おい、お前たち何をしてるんだ。このままであいつらにいいようにやろう。台本が破れてる。どうした、続きは。すいません、いや、この台本肝心なページが破れてて、次の奇跡のセリフはどこで行けば。何やってんだよ。カット、カットです。一旦止めます。またかよ、もう台本破れてるぞ。ほんと使えないな。すいません、本当にすいません。やはりさ、大丈夫。大丈夫、大丈夫。みくもちゃんはさ、こっちで気にせず見ててよ。黒野さん、すいませんでした。この台本、肝心なページが破れてて、でどこ行っちゃったんでしょうね。あ、とりあえず同じところから確認でもいいですか。黒野さん、聞いてますか。黒野さん、死んだ、死んでる、黒野さんが。どうしたんすか。どこじゃ。あんた、すごく、毒っすよ。黒野さん、ダメっす。いたずらに現場を荒らせば情報が来るんすよ。情報、あんたこんな時に何言ってんだよ。刑事の言う通りだ。情報と情報のつながりを見つけ、新たな情報を得る。それがロジック。三つ木さん、thank you.
亡くなったのは黒野小雪、30歳アクションドラマサイキック学園シグマのディレクターです。死亡推定時刻はまだ何とも言えないですが、昨夜から本日未明にかけてといったところです。死因は他に外傷が見当たらないところから脳挫傷と推測されるさ。どれも曖昧な情報ばかり。ああ、面目ないっすね。まだ鑑識が到着してないっすよ。見て見て、これサーフボードかな。何に使うんだろう。こらこら、三雲ちゃん、大事な小道具を触るんじゃありません。三鶴木健二、自分が思うにこれは単なる事故じゃないっすかね。なぜそう。ここに転がっている照明機材、血痕が残ってるっす。おそらくこれは被害者のものですね。被害者は朝からこの机で台本を直していた。そこに天井に吊るされている照明機材が落下、そして頭部に直撃した。すっごい、ヨコちゃんナイス推理。それはないな。え、よく見たまえ。机の上にはメガネが置かれている。それは被害者のものではないか。おう、プルノさんは普段から目が悪くて。目の悪い人間がメガネを外し台本を直すとは思えない。じゃあメガネを外して物思いにふけっていた。だとしても矛盾する点は他にもある。え、落下したと推測されるその照明機材、どこにも破損した跡がない。あれほどの高さから落下し人の頭部に直撃したのなら、その衝撃でどこか壊れていても良さそうなもの。確かにおかしいっすね。つまりこれは何者かが事故に見せかけるために偽装したと考えられる。偽装？まさか。何者かって？無論、被害者を殺害した人間。殺害？じゃあこれって殺人事件？嘘でしょ、信じられない。何何何、ミツルギ健二、まずいっすよ。まだ年はもういかない子供たちの前で。ワイドショーとか来るかな。テレビにガンガン出れちゃうよ。おい、やめろよ、不謹慎だろ。なんだよ、守るのくせに。そうよ、慣れ慣れしく喋りかけないでくれ。ごめん、家族や親戚に LINE しなきゃだよ。ダメダメ、メイクさん、すみません。もう少し行こう、こういう目に変わりますから。おい、待て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 。気にすんなよ。え、誰にもいいなって言っとけよ。で、どうするっすか。何が。殺人事件となれば犯人の捜索や先決っす。もしかしたらもう逃走してるかもしれないっすよ。それもないな。え、犯人は自らの犯行を事故に見せかけようとした。ならばそれがうまくいくかどうか自分の目で確かめるまではこの村を出ていくことはあるまい。確かに。じゃあたった今その企ては失敗に終わった。まずは速やかに村の侵入経路を封鎖したまえ。そして村から出て行こうとする人間は容赦なく尋問するのだ。おい、ダメ。あ、おい、見てろ、サバに残すんだよ。水抜き、こんな厄介なことになってきたな。やはりさ、いやー、もうなんかすごかった。あ、言われた通りご遺体は役場の方に運んでおきましたよ。あ、サンキューサンキュー。この方たちは、この村の村長さんと青年団の団長さんだ。はじめまして、中鳥もつおと言います。まあ、青年団つっても村にはほとんど年寄りしか残ってないんですけどね。あ、で、僕も先月後都会での仕事を辞めて村へは戻ってきたばかりでして。村長の天馬椿です。よっ。あ、こう見えて村長も若いんですよ。先代が亡くなられて後を継いで確かまだ30過ぎでしたよね。え、そんなに若いの。いろいろと苦労されてるんですよね。おい、寄せよ。これはどうしたんですか。この床は妙だな。被害者の座っていたところだけ泥で汚れている。拭き取ろうとした跡があるが消しきれなかったよ。関係者はスタジオに入るとき中履きに履き替えなきゃいけないことになってるんだけどな。ご遺体は外履きのパンプスを剥がれてましたよ。泥で汚れた床、そして偽装された現場、つまり被害者はここではなく別の場所で殺され運ばれてきたと考えられる。殺された。ちょ、どういうことなんですか。もしかして殺人事件。あ、何、どうしたのとつぜん。そういえば昨夜黒野さんから電話があったんだ。あ、でも俺夕方から酒飲んでて寝ちゃってて。それで留守番電話にメッセージが残されてた。助けてほしいって。裏山の
祠前にいるんだけど土砂崩れが起きて戻れないとかなんとかで。なんですって。でも俺結局朝まで留守番電話に気づかなくて、朝慌てて電話したんだけど出なくて、でもスタジオに来たら黒野さん普通にいるから誰か別の人に助けられたんだと思って。その時何か会話した？電話に出なかったこと絶対怒ってると思って。いやあの人怒ると怖いんだ。もう首なんか締めてきてさ、もう女のくせにすげえ力だと。被害者はその時すでに死んでいたと考えるべきだ。そんな、とにかくこれでまた一つ明らかになった。被害者はその祠前とやらで何者かに殺害された後ここへ運ばれてきたと考えられる。よし、じゃああとはその何者かを探し出せば一件落着ね。ちょっと待ってください。もしもですよ、もしも今のお話が本当だとすると一つ不可解な点が残ります。なんだよ不可解な点って。あのこちらをご覧ください。これは我が龍神村の地図です。先ほど矢狩さんがおっしゃっていた裏山というのはこちら、そして亡くなられた黒野さんがいたとされる祠はこの位置にあります。見ての通り村と祠を結ぶ道はこの一本しかありません。だが、昨夜の土砂崩れはこの一本道を寸断したんですよ。つまり土砂崩れの起きた後に殺されたとなると、はい、遺体をここまで運ぶのは不可能だ。その通りです。そんな、現在の土砂崩れの状況は大急ぎで復旧作業に当たってはいるのですが、人が通れるようになるには明日の午前中ぐらいまではかかるのではないか。本当に留守電に残ってたの？祠前にいるって間違いないよ。厄介な問題が浮き彫りになった。いや、そもそもどうしてあんな雨の中裏山なんかに登ったんでしょうか。防災アナウンスも流したのに。今度は何？そういえば呼び出されたって言ってたな。呼び出された？誰？誰？ああ、それはちょっとこの部屋をしてくるわ。素直に言わないと貴様にも容疑がかけられる。お前何ちゅうこと言うんだよ。クモちゃん、アスカイから。アスカイ、嘘でしょ。いや、どうも。何者だ。まさか三剣さん、アスカイトモロを知らないですか。この方は今や大人から子供まで誰もが愛してやまないサイキックピンチャー、テレポーテーションの使い手だぜ。だぜご紹介ありがとう。お嬢さん、さんいいよ。かっこいい。アスカイさん、本当ですか。何がない。今の話、アスカイさんが黒野さんを呼び出したって。さあな、そんな約束を覚えてない。黒野の勘違いじゃないか。そんなバカな。いいだろう。どうするんですか。見つけ出すまで。この男が被害者を裏山まで呼び出したという証拠な。まさかアスカイさんを疑ってるわけじゃありませんよね。そんなわけありませんよ。この方はみんなのヒーローなんですよ。そんな方が殺人なんて。オリジナリティがすごいね。これは何か細かいメモのようなものがされている。黒野さんの台本だよ。あの人メモまでさ、何でもかんでもあちこちにメモする癖があって。一箇所破れてるでしょ。それってさっきまで矢狩さんが使ってたものじゃん。やばいったな。実はさ、俺今日台本を忘れてきちまって、で黒野さんのを拝借したんだ。どうしてここだけ破けてるの。そんなこと俺に聞かれても知らないよ。なんかメモして大切だったから破ったんじゃねえか。果たしてそうだろうか。では一体どのようなメモがされていたのだろうか。何をしてるんですか。どうやら被害者はとても筆圧の高い人物だったよ。鉛筆で破られた次のページをこうして黒く塗ると、おのずとそのメモの内容が浮かび上がってくる。まさか7月21日 PM8 時、ここら前扱い待ち合わせ。やだ。これでもしらを切るつもりだ。アスカイさん、このページを破ったのもきっと貴様の仕業だ。
驚いたな。まさかこんな短時間で。見事だよ、ケンジさん。じゃあ、被害者を殺害したのも。ああ、この俺だ。そんな。おい、うまく隠し通せると思ったんだけどな。こんなにすごい人が相手じゃ勝ち目はない。だろ。賢明な判断。クロノとは以前から金銭のトラブルが絶えなくてね。金銭トラブル。あ、近い。チッ。だめ。わあ。優しい。優しいじゃねえか。とにかく。とにかくあいつの態度にカッとなって突発的にやっちまったのさ。一つ聞きたいことがある。なんなりと。遺体はどうやって運んだの？遺体？裏山の祠からここまでの道のりは現在も土砂により寸断されている。一体どうやって遺体をここまで運んだのか説明してもらおうか。説明ならさっきそこのお嬢さんがしてくれたじゃないか。俺は泣く子も黙るサイキックティーチャー、テレポーテーションの使い手だぜ。だぜだぜだぜぜぜぜ。それが何だ。あれ、意外と察しが悪いんだな。遺体はテレポーテーションで運んだのさ。はあ？な。何をバカなことを言ってる。真実を言ったまでだ。ふざけんな。そんなものが法廷で認められると思っているのか。じゃあどうするんだい。見てる検事、応援が到着したっす。村の侵入経路も封鎖したっす。どうしたっすかこれ。刑事、この男を捕らえたのか。ミツルキさん逮捕するのかい。ということはテレポーテーションは認めてもらえたってことかな。任意同行を願うだけだ。殺害を自白したのだから当然のことだ。自白。なるほど、さっさと連行したまえ。しかし刑事、小さな村で発信も見当たらないんですよ。もしよろしければ村の役場をご提供いたします。村長、感謝。ちょっとあんた、おとなしくするっす。キュート消えてねえ。ケンジさんはやっぱり超能力とかは信じない派かい。目的は何だ。さてね。ああ、行くっすよ。つまらん小細工など私には通用しないぞ。それはどうかな。健闘を祈るよ。次回サイキック学園シグマ天才天使テレポーテーションの謎なんてね。正解だったようだな。やはり生まれて初めてお前に感謝する。なんだよ生まれて初めて。またお前かと。
このオレンジ、毎度毎度邪魔ばかりしやがって。おい、黙れ。それはこっちのセリフだ。いい加減白黒きっちりつけようじゃねえか。誰がアンハサウェイに似てる人だ。言ってねえか。かかってこい。お前に付き合ってる暇はない。離せ離せ。うわ、何をする。なんでこれでも食らえ。宿舎か。はい、無視かい。あれ、この看板は何ですか。ああ、いや、お恥ずかしい。実は今ですね、我が村ではダムの建設の是非について意見が真っ二つに分かれてまして。ダムの建設。土砂崩れについて詳しくお聞きしたい。発生した時刻を覚えているかね。そうですね、あれは確か7時55分、夜の7時55分だよ。おばちゃん夕飯を食べ終えてちょうど時計を見たから覚えてんだ。そしたら突然、ものすごい地鳴りが聞こえてきてさ。雨が止んだのか。おばちゃんが夜中の2時過ぎぐらいにトイレに起きた時にはもう上がってたよ。なんだよなんだ、今度は一体何を嗅ぎ回ってんだ。あんたには関係ねえよ、どこ様の部外者を仕込んでる。なんだ、おばちゃんだって何かの役に立つかもしれないだろ。殺人事件が起きたんです。え、殺人事件。しかも容疑者は主演俳優の飛鳥井友郎。はぁ、何バカなこと言ってんだよ。あの温厚な飛鳥井ちゃんが人殺しなんかするわけないだろ。自分でやったっつってんだよ。何かの間違いに決まってる。あ、だいたいあんたたちはいつも人を疑ってかかって。ああ、どうしたんですか。何か心当たりでもあるのか。何、おばちゃん何も知らないよ。おばちゃん何も見てないよ。嘘、下手かよ。黙れ。何を見たのだ。だから何も見てないって言ってんだろ。だって夕べからここを通った人間は誰もいないんだから。え、俺通ったっけ。バカバカバカ、ない。いや、だって当然だろ。宿舎からスタジオに行くにはここを通らなきゃいけないわけだし、今朝だって何人も。おばちゃんはおかしな人間は誰も見てないって言ってんだよ。飛鳥井ちゃんだって特におかしなところはなかったよ、今朝も夕べも。待った、今朝も夕べも。ではあなたは夕べ飛鳥井がここを通ったのを見たのだな。ギクッ、しまった。おばちゃんこれ以上もう何も喋んないよ。おい、まあ、喋れない。話しやがれ。いいだろう。しかし、おかしいとは思わないか。何がですか。この辺りには街灯が一つもない。街灯。明かりがなければ夜は随分と暗いのだ。ええ、もう懐中電灯なしでは歩けません。つまり、たとえ人影は確認できたとしても、一体それが誰なのか判別するのは難しいと考えられる。おばちゃんが飛鳥井ちゃんを見間違えたっていうのかい。そんなわけないだろ。あの横顔、あの後ろ姿。なぜ断言できる。雲の切れ間からちょうど月明かりが差し込んだのさ。月明かり。夜中の2時過ぎ、トイレで目を覚ました時だな。おうよ、雨上がりにあの綺麗な顔がチラッとこっちを向いたんだ。その時飛鳥井は何をしていた。何かを運んでいたね。何かって。いや、そこまでは見えなかったけど、何かこう大きなもののように見えたけど。大きなもの？間違いない、黒野さんだ。ああ、じゃあやっぱり飛鳥井さんが。はあ、しまった。危うく何もかも喋ってしまうところだった。何もかも喋ってんだよ。黙れ。大丈夫、ひどいよみーちゃん。いつもそうやって、あ、おばちゃんの体あんもてあそんで。気持ち悪いんだ。喋らせてもてあそんだ。もう騙されないよ。あとは勝手にするんだね。はい、どうも。どうも。おまーち。弥一郎さん。誰？俺もよく知らないんだけどさ、この辺り一帯の土地を転がしている地上げ屋らしくて。地上げ？まだあんたかい。しつこい男だね。何とも言ってんだろ。この店は私のもんじゃなくて、私はここに雇われてるパートなんだよ。構いませんよ、パートだろうとババアだろうと。ババアってなんだろう。とにかくなんかこちらにサイン。呼んだ、そんな近寄るな。おばちゃんがね、あんたみたいな男の口車に乗るわけないだろ。ではこれならどうです。ハウマッチ。嘘。すごい札束。あなたはここにちょこちょことサインをすればいい。それだけでこのカバンがあなたのものに。はい。でダメですよ。何やる。二人ともちょっとやめて。何をしてる。村長、いいところに。弥一郎、
オラたちの村をおめえの勝手に噂せねえって。これはこれは幹事さんに伊勢さん土地を売っていただく件考えていただけましたか。ふざけるな。先祖代々受け継いできた土地をダムの底に沈めてたまるか。ダム反対。ダム反対。ダム反対。落ちないでください。もう村長の一の冷静になって。なんだもつ、おめえまさかあの賛成派に寝返ったのか。違いますけど、おめえの汚いおむつ返せやったの誰だと思ってるんだ。今その話関係ないでしょ。こうなったら力づくだ。やっちまえ。帰ってさ、やめてやめて。おーこんじさん、おめえ漢字に何をした。おーこよしさんまで。ダム賛成。なんでわかりやすい。その土地ハーマーチ。ダムサンスティン、ダムサンスティン、ハウマーチ。あんたこいつは何でこれ。おのれや一郎、お前の隙にはさせんぞ。あ、ちょっと待ってください。あ、では私はこれで。ちょっと村長、なんだか大変そう。過疎化の問題を抱える田舎ではよくある話だよ。調べによると、そもそもこの村の龍神村という名前の由来は龍の鱗という秘宝にあるそうです。秘宝？龍の鱗？龍の鱗が何なのかは残念ながらわからないですが、太古の大昔に秋になると、その龍の鱗を祀ったお祭りが盛大に行われていた。そのお祭り皆さんに村は観光客でごった返していたらしいですね。ところが17年前のある日、その龍の鱗を奉納している神社が火事で燃えてしまったっすよ。え？当然お祭りは中止。以来、村は過疎化の一途をたどってるって話っす。なるほど。で？で？なぜお前は宿舎ではなくこんなところで生活してるのだ。よくぞ聞いてくれた我が友よ。なんでだと思う、なんでだと思う。カメラが入って守りに入ってるからさ。入ってねえか。何の話してるの。カメラが入ってる、何の話してるの。じゃあなんでここにテントを張ってるんですか。俺がな、俺がこの業界の AD の扱いなんだよ。畜生。ちょっと待って、それでその龍の鱗はどうなっちゃったの。いや、さあ火事で一緒に燃えちゃったんじゃねえの。そんな、せっかくの秘宝お目にかかりたかったな。龍の鱗なら今は裏山の祠の中に保管されてるみたいですよ。え、君は守る。お前何やってんだこんな夜遅くに。野鳥を取りに。野鳥、はい、ね、今の話本当。龍の鱗がここらに保管されてるって。はい、僕も見たことはないんですけど村の老人たちが話してるのを聞きました。やったー。三雲くん、盗もうなどと考えてはいけないぞ。大丈夫ですよ、私が盗むものをたった一つ、真実だけですから。では僕はこれで。ハギス、ハギス、ハギス。守るです。いや申し訳ないです。背中にたけしと呼んでて書かれていたので、ついに。誰だよこんなの貼ったの。意味わかんないし。通りで道行く人がみんな僕のことをたけしって呼ぶわけだ。君、いじられキャラなんだね。どうでしょう、単純にいじめられてるだけって感じもしなくはないけど。どうしてそう思うの。そいつだけオーディション組なんだよ。オーディション、うん、他の子役はみんな親がテレビ局のお偉いさんだったり有名な俳優だったりしてさ、なかなか溶け込めないんだよなあ。そのカメラすごいね。どんなの撮ってるの、見せて。あの、うん、ちょっと目に手探るよ。あ、けど、あ、じゃあ、こっち、こっ
はい。した直後に待ってください。
麗に娘だって許せよ。可愛いやつよし、のこちゃん私もスクラッチするよ。いや、おい待て、危ないよ。リコン君、待ちなさい。夜の山は危険だ。水抜け、大丈夫か。おーい、三雲ちゃんとアスカイトモロの行方は自分が全力で捜索するさ。ですから検事は事件解明を。そうしたいのは山々だが、鑑識が到着しない以上は何一つ確証を得られないままだ。一体いつになったら鑑識が到着するんだ。いや、それがっすね。どうした。あ、実は昨日から催促はしてですが、どうやら妨害されてるみたいなんですよ。妨害？前回の事件で独断で行動したのがまずかったっすかね。いや、まだはっきりとしたことは分からないですが、どうも三つるぎ検事のことをよく思っていない人間が検事審査会の方から手を回してるみたいなんですよね。敵多そうだもんな。仕方ないよ、いい男だもん。そこで臨時といってはなんですが、助っ人を用意したっす。助っ人？はい、配列。ご無沙汰してます、三鶴木健二さん。あかねちゃん、なんだいなんだい、また違うタイプの小娘が現れたね。科学捜査官の本月あかねと言います。科学捜査官？どっからどう見てもただの高校生にしか見えないよ。今年で18歳になります。まだ高校生ですが、ゆくゆくは正式に鑑識会の配属が決まりますから。私ちょっとしたもんなんですよ。すでにこの年にして、もう赤根さんは以前から三鶴木健二と顔知りなんですよ。事件の概要は刑事さんから聞きました。どうぞよろしくお願いします。イエーイ、よろしくね、赤根ちゃん。刑事、ちょっとなんか、何ですか。でもない。どういうことだ。事件の捜査は学生の遊びとは違うんだぞ。目に花は変えられないっすよ。それに本人もとてもやる気になっているじゃないですか。宿命がなりますね。さしずめ超能力 VS 科学の力といったところでしょうか。やりますよ、私。必ず死に物狂いで結果を残してみせます。いや、自分は三雲ちゃんと扱いの捜索に回ります。では失礼します。やめてくれよ。おしゃべり、三木さん、まずはどこから捜査を始めますか。では最初に死体の発見された場所を見ていただく撮影スタジオへ案内するよ。よし、気合い入れていくぞ。イエーイ。はい、ゴーン。そのたち、あ、うまーち。また来たよ。ごきげんよう、マイスイートハニー。じゃあね、みっちゃん、おばちゃんは大変だよ。え、あ、ちょっと。テレ屋さんだな。すべてはこいつのせいだ。まったく、あんなに長い絵を埋めて、こんなに頑丈に鎖で縛って、鍵までかかってる。ハウマーチ、ハウマーチ、ハウマーチ。張り込み中失礼。ん？昨日、この先の撮影スタジオで殺人事件が起こったのはご存知か。ああ、ええ、まあ。何か心当たりは？心当たり？そんなものありませんよ。ただ、奴らも私にとって邪魔な存在なのは確かです。邪魔な存在？君たちはアクションドラマの撮影とかっこつけてダム建設を阻止するためにやってきた。そうだよ。どういう、こいつ何言ってんだろうな。これってさ、行こう行こう、いいからいいから、おいおい
本当ですか？坂下さんのお和子さんも墓地を処分したいって。ありがとうございます。では早速交渉に参りましょう。その土地カモン。初日の出、たけし。え？背中に貼ってるぞ。あ、また！たけし君って言うの？いや、違います。僕の名前は守るって言って。いや、なんだよ、この複雑ないじり方は。なぜ嘘をついた？え？泥団子、やったのは君じゃないだろ。みつるい、何言ってるんですか。僕がやったんです。ちょっとむしゃくしゃしてて。ならばどうして君の手には泥がついていない？先ほどの子役たちの手には皆ついていた。それはやった後にすぐに手を洗ったんです。すぐとはどれぐらいなんだ？すぐはすぐです。10分くらい前かな。それはありえないな。仮にそこから10分かけて洗ったとしても簡単にあの泥は取れない。どういうことですか？私も昨夜気づいたんだが、この村の土は粘土質の赤土だ。染料にも使われ浸透性が強く、洗い流したくらいでは簡単にあの色は取れない。その証拠に見たまえ、この床についた泥の跡。これは
殺害された黒の小雪の靴の裏についていた。犯人が拭き取ろうとした形跡はあるが、落としきることはできていない。忘れてた、泥団子は手袋をして作ったんです。意外にならばどうして手を洗う必要があったのか。それは罪をかぶって真実を闇に葬り去り、それで本当の友情が得られると思っているのかな。君自身が変わらなければ、一生背中に紙を貼られる人生を送ることになるぞ。ミツルキと俺は小学校からの幼馴染なんだ。その学校でさ、ある時クラスメートの一人が給食費を盗んだって疑いをかけられた。誰もが犯人はそいつだと決めつけたよ。そしてそいつも諦めて受け入れようとした。罪を認めたふりをすれば丸く収まると思ったんだろうな。ところが一人のクラスメートがそいつのことをかばったんだ。彼が盗んだという証拠はない。証拠がない以上彼は無罪だ。バババンってな。それでそいつの濡れ衣は晴らされた。おかげで二人は今でも親友だ。もしもあの時あいつが真実を追求しなければ、二人は友達になってなかっただろうな。あの、もしかしてそれって…あ、いや、俺じゃねえよ。俺だぞ。ヤハルさんはどちらかというと給食費を盗んだ犯人の方ですよね。科学的にも。なんでわかんの。が開けたそうだ。よっしゃい、待ってました。どうしたんだい、あかねちゃん。これ、ここに新たな血痕が。殺された黒の小雪のものと一致します。こっちの方へ続いてます。どういうこと。ここで途切れてる扉のようなものがありますね。勝手に開けんな。それはあの、ここはドラマの中でアスカイさんが隠れてる場所です。隠れている場所。わかった、テレポーテーションのタネだ。違う、あ、勝手に開けるぞって。あ、これはタッシュケースですね。どうしてそんなものが。アカネさん、ルミノール試薬を。はい、出ました。間違いない、こいつだ。こいつが犯行に使われた凶器だ。でもどうしてこんなところから。ミツル、ケンジ、大変です。三雲ちゃんが見つかったんです。本当か。いや、待って。それがどうして大変なのか。それが見つかったのが、今の今まで道が寸断されていた祠の前なんですよ。なんだと。私一体どうしたんだろう。
の赤を追って山の中に入って、それから…あ、痛痛痛痛。無理に思い出そうとしなくていい。でも一体どうやってここにたどり着いたのか。ここはついさっきまで誰一人に立ち入ることのできなかった場所だぜ。白書、寒い。服が乾くまでの辛抱ですが、洋服が濡れていたのか。はい。どうして。いや、それは自分には何とも。突っ転んで崖から落っこちたからさ。おすごい。貴様、三雲君に何をした。何もしてない。川に転落した彼女を助けてやっただけだ。川に。そう言われれば。そしてテレポーテーションを使いここまで運んできた。ふざけんな。何をこそとせよ。さっさと捕まえるか。ちょっとあんた、一ついいかな。さっきマネージャーから電話があってさ、明日の朝別の仕事で一旦ここを離れなきゃならないんだけど、それまでに解決できるかな。なんだ。ああ、もしくは正式に逮捕してもらっても俺は一向に構わないんだけど。テレポーテーションの謎は明日の朝までに必ず突き止めてるぞ。それまで決してこいつから目を離すんじゃない。いいな。バカ、行くっすよ。助けた。嘘ですよね。アスカイさんが人殺しだなんて、そんな。人間誰にでも過ちはあるもんさ。じゃあな、ケンジさん、せいぜい頑張って。アスカイさん、何がテレポーテーションだ。アスカイの野郎、ただ地の利を生かしてるだけだろ。ごめんなさい、私全然記憶がなくて。ビクモちゃんは気にすることないよ。ちょっと待て、やはり今地の利と言ったな。え、どういう意味だ。なぜアスカイに地の利を。ああ、いや、なんでもない、なんでもない。貴様、まだ何か隠しているの。やはりさ、いや、もう本当に大した話じゃないんだ。いえ、お前さ、いちいちそんなおっかないかもすんだって。いや、これはな、事件とは何にも関係のない、どうでもいい話で。アスカイさんはこの村の出身なんだ。え、なんでって。貴様、どうしてそんな大切なことを隠していた。違うんだって、これには訳があったら。今回のドラマの撮影場所は殺されたディレクターの黒野さんが強引に決めたんだ。黙れ。強引にってどういうこと。黒野さんはこの村を救いたかったんです。ダムの建設の話が進められているふるさとを。ふるさと。それじゃあもしかして殺された黒野さんもこの村の。はい。まいったな。どうして黙ってたんですか。決まってんだろ、そんな私的な理由が。局やスポンサーにバレたらたちまち放送中止だよ。だからきつく口止めされてたのに。でもそれで納得。だからこんな田舎にあんな立派なスタジオを誘致することができたんだ。そしてそれが殺害の動機にもつながるというわけ。え、金銭トラブル。アスカイが被害者との間に抱えていたと証言してた。ああ、まあアスカイは黒野さんとは違ってダムの建設には賛成だったみたいだけど。嘘だ。嘘じゃねえよ。俺は毎日二人が揉めてんの陰でこっそり聞いてたんだよ。でもどうして。アスカイさんもこの村の出身なんですよね。だったら普通黒野さんと同じように反対派に回るんじゃないの。やっべ、プロデューサーからだ。おい、お前、今の話絶対秘密にしろよ。もしもし。はい、あの今待機の状態です。お前の心配。え、余計なことペラペラしゃべりやがって。はい、あ、こっちの話です。はい、どう思いますか。殺害の動機とはその当事者以外には計り知れぬものだ。それより今重要なのは動かぬ証拠。その通りです。残念ながらここからは指紋などは検出できませんでしたが、強度からいって殺傷能力は十分と言えます。これは犯行に使われた凶器。え、これが。つまりはこうだ。ダム賛成派のアスカイが地上げ屋からそのアタッシュケースを受け取り、反対派の黒野を説得しようと試みた。村から撮影スタジオを撤退させるために。でもそこで言い合いになって。
抜きは出してないよ。供述によればここが犯行現場なんですよね。ああ、だとしたらこの場所のどこかに一番の血痕が残っているはずです。どう？出ました。でもどうした？心なしか量が少ないような。どういうこと？あの傷でこの程度の出血は少し不自然な気がして。でも間違いありません。殺された被害者のものと一致しました。見て、ここ携帯電話が落ちてる。誰のだろう？被害者のものの可能性が高いな。刑事に行って調べさせる。それにしてもなかなか立派な祠ですね。一体何が祀られているんでしょう？そうだ、竜の鱗。竜の鱗？この村に伝わる秘宝なんだって。ずっと気になってたんだよね。ちょっと拝見。三雲くん。あ、どうも。しまっちゃうんですね。その土地ハウマッチ。また出た、つやぎや一郎。へへへ、そこのハニーたち、切るところはお間違いなく。私の名前は地上げ弥一郎ですよ。こんなところで何をしている？この辺りも我が社で買い上げる予定になっていましてね。この祠を移動させられないか寸法を取っているところです。あ、それより遊び半分で竜の鱗に触れるとたたりが起きます。たたり？ただの言い伝えですけどね。何か知ってるんですか、竜の鱗について？ある程度は聞きたいことがある。またですか？何でしょう？あなたのそのアタッシュケースだが。はい、どうぞ。竜の鱗について教えてください。三雲くん、17年前神社が燃えてしまって読み物だったお祭りができなくなったと聞きました。そもそも火事はどうして起きたんですか？よくある話ですよ。子供のいたずらです。いたずら？竜の鱗には昔から触れると神通力が宿るという言い伝えがあったそうです。神通力？今で言うところの超能力というやつです。あいのー。17年前のアルパン、その言い伝えが本当かどうか確かめるために村の子供たちが神社の境内に忍び込みました。しかし一人の少年が不注意からろうそくを座布団の上に落としてしまった。じゃあそれが？はい。しかし叱られるのを恐れた子供たちはその罪を一人の無実の少年になすりつけたのです。何ですって？その少年は父親の仕事の関係で引っ越してきたばかりのいわばよそ者でした。少年は大人たちにこっぴどく叱られ、家族ともども村を追われたのです。かわいそう。残された子供たちはようやく事の重大さに気づきました。そしていつか村を復興させその少年を連れ戻そうと誓い合ったのです。なんだか切ないお話ですね。はい、どうぞ。それで？ん？それでどうなったの？子供たちと少年は再会できたの？今ではその少年はアクション俳優になってお茶の間の人気者になっていますよ。何？まさかそれってアスカイさんのこと？過去の話は理解できた。だが一つ大きな疑問が残る。なぜあなたはそんなにも詳しいのか。お察しの通り、私もこの村で生まれ育ったのです。そして私はその火事を引き起こした子供たちの一人でした。嘘。嘘ではありません。でも子供たちはいつか村を復興してると誓い合ったんですよね。あなたはその逆を言ってるじゃない。ダムを建設して村を沈めようと考えてる。やめたー。痛いところを疲れました。しかしこれも復興の一つの形とは考えられませんか？え？残念ながらこの村はもう元のようには戻らない。だったら1円でも高く売れる時に売ってしまったのはこの村のためです。トモロン、あ、はい、アスカイさんもきっと同じ考えですよ。やはり。ではあなたはアスカイにもそのアタッシュケースを渡したのだ。ん？いやー、やっと通れるようになりました。大変だったねー。皆さん、このところ何されてるんですか？ああ、祠の扉が開いてるの。鍵はどうしたんだい？私が来た時に
した。まさか竜の鱗がないぞ。私が来た時にはすでにありませんでした。そんな、村の秘宝が盗まれた。疑わしいのはただ一人です。土砂が撤去される前からここにいたあなたは。冗談言わないでください。私は竜の鱗がどんなものか知らないのに。問答無用だ。捕まえろ。洞窟のようだ。まさか祠の中がこんな形になっていたとはな。意外と深いですね。大丈夫？転んじゃった。何これ、なんだかぬるぬるしたのを拾ったんですけど。先を急ごう。きっと別の出口があるはずだ。それほど村にとってとても重要なものでして、
どんなものなんですか、竜の鱗って。祭りが開かれなくなってもう随分経つから、私より若い人間は見たこともないのでしょうが、古くから村を一つにしてきたお守りのようなものでした。お守りね。あれさえあれば、竜の鱗さえあればきっと村は活気を取り戻すはずです。その日が来るまで、あの楽しかった日々を取り戻すまで私は断固戦う。ダムの建設などに屈してたまるか。なんだか切実ですね。あれ、どうかしたんですか。いや、実は一つ気になることがある。何ですか。テレポーテーションの謎は解けたんですよ。真実はもうすぐ目の前です。君は遺体を見ていないからわからないかもしれないが、殺された黒の小池は女性にしては少々体格が、はでかい。あの女はでかいよ。ちょっとした小山ぐらいはある。大変感謝する。それがどうかしたんですか。よく思い出してほしい。今我々が通ってきたこの抜け道を、ここを利用して扱いを一体どのようにしてあの大きな遺体を運んだのだろうか。確かに道は狭くて暗かったし、足元はぬかるんでいて、科学的にとても一人で運ぶのは難しいかもしれませんね。おばちゃんはあんなにでかくないよ。だからちょっと待って、あかねさん今何と言った。え、だから科学的にとても一人で運ぶのは難しいかもしれないと。おばちゃんは痩せがそれ。それが扱いはもしかすると一人ではなかったのかもしれない。何ですって。事件のあった夜、アスカイを見たあなたはこう証言したはずだ。おばちゃんがアスカイちゃんを見間違えたっていうのかい。そんなわけないだろ。あの横顔、あの後ろ姿、なぜアスカイは後ろ姿だったのか、それは断言はできない。しかし探ってみる価値はあるだろう。もう一度撮影スタジオへ行って、何か見落とした点がないか捜索してみよう。はいはい。時間が経つにつれてその姿を変えるもの。三雲君に託されたこの盗みさんは、情報を入力することでホログラムでその時の状況を再現してくれる。もしアスカイに共犯者がいたとするのなら、遺体を運び出した方法もこの中に隠れているはずだ。ほんの少しの変化も見逃さないよう、よく目を凝らすんだ。これでいい。何かおかしなところはないか探るんだ。はい。特におかしな点は見つかりませんね。うん、では元に戻そう。もう一度よく見てみる。これが現在の様子。いいか。はい。では再び盗みさん発動。
では再び盗み去る。ここだけもう一度再現してもらえませんか。よし、これでいいだろう。これを使って遺体を運んだのかもしれない。どうやって？二人で両端を持てば担架のような形にもなる。なるほど。落ち着いてもう一度情報を整理してみよう。はい。まず飛鳥は黒の小雪と金銭トラブルで揉めていた。そしてその元にあったのはダム建設の是非についてだ。殺された黒の小雪はダムの建設には反対だった。だからここを撮影場所として選んだ。しかしアスカイは違った。アスカイはあの地上げ屋とともにダムの建設を推進している。つまり共犯者として最も有力なのは。ケイジ、アスカイ、
し訳ないっす。三雲さん、しっかりして。あ、私、お腹が減りすぎて幻覚を見てたのかも。間違いない。この事件には共犯者がいる。刑事、急ぎこの携帯電話を解析するんだ。これは、おそらく被害者のものだ。この中にきっと共犯者は誰なのか決定づける証拠が残されているはっ。この辺りはまだ水が引いたばかりでぬかるんでる。川に落ちないように気をつけなさい。はい。あれ？なんだこれ？チェックワンツー。ケンジさん、聞こえてるかい？そろそろ夜が明けるタイムリミットだよ。俺を捕まえたければとっととテレポーテーションの正体を解き明かすんだ。祠の前で待ってるよ。お知らせをしておこうか。何ですか？
ハズレだよ。テレポーテーションの正体。なんだと。よく考えてみてよ。事件のあった日は雨で川が増水してたんだぜ。だからなんだと言うんです。だからそもそもあの抜け道というのは、先日のような災害時に川の増水を防ぐために作られた水路なんです。水路？はい。でもあの時は土砂崩れによって川が完全にせき止められてました。あ、つまりですね、この水路にも同じように川の水があふれて通ることはできなかったはずなんです。なんだと。説明ありがとう。そうか、だから土砂がなくなった後川の水も引いて抜け穴にはピチピチの魚が残ってたんだ。はい。ですから私は道は一つしかないと申し上げたわけで。これではまた振り出しに逆戻りではないか。ではやっと、どうやって遺体を踏まないと運んだんだ。何度も言ってるじゃないか。テレポーテーションだよ。ふざけるな。考えろ。もう一度よく考えるんだ。情報と情報をつなぎまとめることでロジックは完成する。水木さん、残念だけどどうやらタイムリミットのようだね。はあ、どうしたらいいの。みっちゃんも応援したいけど、アスカイちゃんにも負けてほしくない。誰か助けて。あんたは黙ってろ。医者、大丈夫だ。あ、大丈夫大丈夫。マフィア、川の増水。そうだ、あの時川は増水していて、まるで湖のようだった。もしあそこに水に浮くものを浮かべれば遺体を運ぶことができたのだ。どうしたんだよ急に。お一人何か探してるか。水木さん、もしかして。そうだ、あかねさん、きっとどこかにスタジオで見たあのサーフボードが隠されているはずだ。サーフボードってこれのことかい。え、これあった。これだ。何ですかそれは。説明してもらおうか、村長。先人はそれが出土したとき、天に昇る竜が落としていった巨大な鱗と勘違いしたんでしょう。でも、これが一体何だって言うんだよ。これこそが、テレポーテーションの正体だ。え、どういうことですか。アスカイとモロー、貴様は黒の小池を殺害した後、こいつを使って増水した川を下り、遺体をスタジオへと運んだのだ。まさか。そして麓ではドラマの撮影の小道具に紛れ込ませ、自らのテレポーテーションを信じ込ませるために、今度は気を失った三雲君をここへ乗せ、ここへ運んだんだ。アスカイちゃん、さすがだよケンジさん。俺の負けだ。やったー、やりました。水木さん、アスカイトモロー、今度こそ観念する。うわー、はい、ようやく一件落着だよ。科学の力の勝利。でも意外だったな、みんなのヒーローが殺人だなんて。私も信じられないよ。待った。待て、何かおかしい。何か違和感がある。違和感？何をもたもたしている。テレポーテーションの正体はあんたの言った通りだ。
おい、早く俺を逮捕しろ。アスカイちゃん、なぜだ、なぜアスカイは自ら逮捕されることをこんなにも望んでいるのか。確かにテレポーテーションの謎は解けた。しかしそのもっと向こうに何か大きな謎が隠れている気がする。そうか、そもそもアスカイは本当にダムの建設を推進していたのだろうか。だとしたら、だったらどうしてクロノと言い争う必要がある。行こうか。アカネさん、もう一度、もう一度すべての証拠品を調べるんだ。我々はきっと何か大切なものを見落としている。いや、はい、いいよ。でも一体何を、ま、ちょっと久保ちゃん、何やってんだよ、あんた。あ、私さ、あんたよ、その何言って。これはどうしたんですか。それはマモル君の撮った写真。わかったぞ、これだ。何が分かったんだよ。おほこらが写ってるだけじゃないか。よく見比べるんだ、この写真に写っている絵と実際の様子を。くれ！はい、何が？看板、写真のここに立ってるダム反対の看板が一本なくなってる。お、本当だ。でもこれが一体何だって言うんだよ。覚えてるかな、カネさん。君は昨日この辺りにルミノールシアターを吹きかけ、心なしか血液の量が少ないと言ったの。はい、あの傷から見てもっと出血がなければおかしいかと。では一体その血液はどこへ消えてしまったのか。まさか、じゃあこの消えた看板に。勢いよく振り下ろされた凶器によりそのほとんどの血がここにあった看板にかかったと推測される。そして犯人はそれを隠すために看板を抜きどこかへ捨てた。またまた見事な推理だ。そしてそれは全て俺一人でやったことだ。いきなり、それはありえないな。この看板はご存知の通り簡単に抜ける代物ではない。こうして鎖がかけられしっかりと施錠までされている。つまり犯人はこの看板の鍵を開けられる人間でなくてはならない。まさか。じゃあもしかして。壊したんだ、持っていた大きなペンチで鎖を切って。いきなり。ならばどうしてそれを殺害の凶器に使用しなかったのだね。そんなものを持ち合わせていたならばわざわざアタッシュケースを使用することはあるまい。それはとっさのことで気が動転して。貴様は犯人ではない。そして貴様はダム建設の推進派ではない。そんなことはない。貴様は反対派である真犯人を守るために遺体を運び事故死に見せかけようとした共犯者だ。違う、本当だ。違う。俺は泣く子も黙れ。村長、もういい、黙ろう。もう十分だ。ケンジさん、小雪よ、クロノを殺したのは。ちょっと待ってください。だったら証拠を見せてください。でも証拠ならここにあります。守る、証拠ならここに。それは茜さん、ルミノール氏は、はい、私が抜いて川に捨てたものです。小雪を殴った時に飛んだ血を隠すために。では事件のあった夜、祠前に黒の小雪を呼び出したのは。私です。私が灯籠に頼んで。どういうつもり？こんなところに呼び出して。話ならついたでしょ。何すんのよ。そんなもの受け取れるか。偉そうに。あんたに何ができんのよ。お前はあの時の誓いを忘れてんのか。
たちはトモローに罪をなすりつけて。黙れ。それ以上ごちゃごちゃ言ったら本気で締め殺すわよ。おいおい、この野郎。そして私はすぐにトモローに電話をしました。もしもし、すまない、打ち合わせが思ったより長く。どうした、何かあったのか。私はトモローにありのまま全てを話しました。すると分かった、お前は何も言わずに俺の言う通りにするんだ。分かったな。私はあの時と同じことを繰り返したんです。17年前の火事と同じように、私はトモローに罪を。天馬扱いの二度にわたる役場からの脱走も村長であるあなたが手引きをしたのだ。私です。全ては私。違う、お前は何も悪くない。やったのは俺だ。俺が悪いんだ。アスカイさん、なんで、どうしてそうまでして構うの。それはイエーイイエーイ、転校生、あいつ転勤族の子供だよ。よそ者はこっちに来んなよ、村から出ていけ。おいよせ。何よ天馬、村長の子供だからって言いこぶる気。そんなんじゃないよ。行こうぜ小雪。待って弥一郎。大丈夫かい、明日かいトモローだっけ。変わった名前だね。俺は天馬、天馬椿、よろしくね。天馬は俺の友達なんだ。やっとできた、たった一人の親友なんだ。だから17年前の火事も。おい、やべえよ、火が収まんねえ、神社が燃えちまう。どうすんのよ。まずいよこれ。だから私はやめようって言ったのよ。大丈夫だよ、俺にいい考えがある。いいかい、みんな俺の言う通りにするんだ。どんなことがあっても何も言っちゃダメだよ。全ての罪は俺が。ダメです。なんじゃダメですよ。自分自身が変わらなきゃ、アスカイさん自身が変わらなきゃ。守る。天馬椿、署まで同行願うっす。
終わった。やろう。やろう。天馬。龍神様の天罰だ。17年前、ろうそくを倒した私への Thank you.
でしょうか。改めまして本日はご来場いただき誠にありがとうございました。